しみです。楽しんでますか？僕はね、音楽プロデューサーとして、ウルフルズさんともいろいろ仕事させてもらってるわけですけども、今日はですね、皆さんに僕の新人発掘の様子、オーディションの様子というのをご覧いただきたいと思います。それではちょっと今から早速オーディション始めたいと思います。はい、じゃあどうぞ。はい、失礼します。はい、オーケーです。オーケーです。オーケーです。はいはい、3人組バンドです。3人組ね。はい、ウルトラズと言います。よろしくお願いします。 OK です。ウルトラズ、ウルトラズです。よろしくお願いします。じゃあちょっと楽曲の方を聞かせてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ OK、OK、OK。 じゃあウルトラズでやったーやったー、君が笑ったー、やったやったー、君が笑ったー。ちょっとしたことで君が笑った。ふとしたことで君が笑った。何気ないことで君が笑った。やった、君に会えた。やったやった、君が笑った。本気です。はい、今の曲は何という曲？やったーです。うん、はい。曲は誰が作ってるのかな？あ、君が作ってる。はい、OK です。なるほどなるほど。で、ウルトラズやったっけ？ウルトラズです。ああ、そうかそうか。はい、あれやろ。はい、君ウルフルズめっちゃ好きやん。はい、ウルフルズのことめっちゃ好きやんな。あ、それは伝わったわ。それは何ですか？それは何ですか？じゃなくて、そのウルフルズさんにすごい影響を受けてやってるんやなっていうのはすごい伝わりました。あんまり尊敬するバンドとかいなくて。はい、ウルフルズ好きやん。尊敬するバンド見なければ好きなバンド見ないん。それはあかんわ。それはあかんわ。ウルフルズさん大好きやろ。うりゃ知らんふりしてるやんか。あ、他それはあかんわ。自分他の楽曲聴いてもらえたら。おう、いや今のはめちゃくちゃウルフルズやったよ。いや、ちょっと分からないです。他の楽曲オリジナル。はい、じゃあお隣さん行こう。お隣さんウルトラズでお隣さん。お隣さん、ちょっと醤油を貸してくださいよ。あと砂糖もちょっとだけでいいので貸してよ。お隣さん、古き良き日本の文化で何でも貸し借りをしていました。お隣さん、オッケーです。ごきげんさん。めちゃくちゃウルフルズやん。いや、お隣さんです。いや、お隣さんですじゃなくて、君が作ってるのこれ。あ、俺が作ってます。君、なんていうの名前。名前ですか、うん、あ、トースター松林です。大好き。トースター松林。あ、もちろん芸名ですよ。いや、分かってるよ。ウルフルズ大好きで、ちょっと養ってますって言え。そっちの方が可愛げあるから。いや、そのサッカーはされてる。ウリウリやウリウリやウリやウリや。知らんふりすんな。知ってるか絶対。なんやこれ。携えて。あ、メンバーです。いや、メンバーですよ。はい。いや、わかるよ。彼はギター弾いてるから。あ、はい。彼は何よ。あ、ジッパージャンパーですか。なんで。あ、ジッパージャンパーです。ジョンビーチョッパーや。ジョンビー、ジョンビー、ジョンビーさん。ジッパージャンパー。はい。似てるやん顔。顔似てるから言えないけど、いや、変わらない。顔似てるって言えばいい。ジョンビーチョッパーだ、しょうがない。ジョンビーチョッパー知ってるやろ。ジョンビーさん認めなさい。ウルフルズが好きなこと。彼はギターできるから言えられてるな。あ、香港チュニジアですか。何。あ、香港チュニジアです。香港チュニジア。はい。かわいそうに、ギターができるから勝手に入れられて、香港チュニジアなんて名前つけられて。あ、芸名ですよ。分かってるわ、分かってるよ。じゃあ言わんと、君らちゃんと結束力があんの。君しか喋ってないけど。あ、ウルトラです。いらっしゃいます。トースター君。トースター松林です。トータス松本さん知ってる。いや、分かってる。ウォッチじゃない、ちょっと。そもそもウルトラズ聞いてるのは恐れです。ちょっとウォッチ。いや、そこが気になるんだよ。まずオリジナリティある曲。あ、はい、それを聞きたいのよ。ウルフルズさんに影響されてない曲。はい、
あんの？そのサッカーをおっしゃってると郷土料理が何がですか？何が？そのウリアム落ちたぞ。わかんやん君らも。落ちるってことはこのでしょ。後ろの上がすごいタイミングで落ちてる。いやこれは持ってる証拠やと思います。やる意味持ってるけど、そのウルフズさんを知らんふりするのはやめなさい。認めた上でオリジナルティやる楽曲を聴かせてください。あ、じゃあ聞いてください。じゃあアホグラミー賞。ポミちゃんが言うの、俺なんかあっち行ったりこっち行ったり寄り道ばっかりやっちゅうねん。でもやっぱりそうする楽しいねん。でもやっぱりずーっと同じ道歩いてるお前は誰にもかっこええわ。そんなお前に捧げるアホグラミー賞。アホグラミー賞、アホグラミー賞、声高らかに呼ばせていただきます。アホグラミー賞、アホグラミー賞、お前の名前を。お前の名前なんやっけ。やっぱり俺が一番アホやわ。俺に捧げようアホグラミー賞。大きいです。めっちゃ歌いそうそれ。逆にすごいな。めっちゃ歌ってないねんけどめっちゃ歌いそう今のグループです。いやアホグラミー賞。アホグラミー賞です。はい。あバカサバイバー。バカサバイバーで知らんふりすな。うまいなギターで。大きいです。ウルフルさんの迫力ない場合やから。何やねん。何にも喋ってない。顔似てるから入れられてるねん。意思ないやん。歌えますよ、チッパチッパ。歌えんの？歌えますよ。みんなで歌うやつ聞かせてよ。バンドやろ、君は。あ、わかりました。あ、じゃあ、あれ行こう。オッケー。じゃあ、聞いてください。ウルトラズ。そりゃそうや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 。ええ女いっぱいあるけど俺はやっぱりお前いったよ。そりゃそうや。そうなん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 。未来思い描いたら隣にいるのはお前だけ。そりゃそうや。そうなん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 。俺がおじいちゃんと呼ばれたらおばあちゃんと呼ばれるのはお前だけ。そりゃそうや。そうなん。そりゃそうや。そうなん。そりゃそうや。そうなん。そりゃそうや。OK です。逆にすごいね。めっちゃ歌いそう。逆にすごいな。なんかウルフさんがそのインディーズ時代に作った曲とかじゃなくて。いやそう、ウリアーズが分からない。読み止めろまず。オリジナル今の。はい。いや歌ってないけどさ、歌わされてるって感じ。もうロボットみたいな。いやいや、ジッパジャッパです。はい。顔似てるのよな。もったいない。顔似てるだけに。顔似てる。顔めっちゃ似てるのよ。ウルフさん好きで、ウルフさんのちょっとコメディランドいらっしゃってますよ。可愛らしい。いやそれほんまに分からなくて。いやあかんねん。それがその部分さえなくしたら君ら成長するよ。ウルフルズさん大好きでめちゃめちゃ影響を受けてるんですって素直に認めなさい。で僕たち勝手に入れられてるんです彼にって言うのを言いなさい。ちゃんと一人でやった方がええと思うんだから。才能あるから目も綺麗し、ひげは汚いし、で話し合いなさい。ちゃんと3人で。俺ウルフルズ好きやねん。そうなん。はっ振りって芸人やん。なんかいい感じる。え、ミュージシャンちゃうやん。あ、ウリフリーズか。え、そうなん。そりゃそうや。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 そうなん。うん、気持ちいいよ。なんか気持ちいいです。まあ、認めなさい。じゃないと、拾えないですやっぱり。3人で話し合ってください。そっからです。俺ウルフズ好きでーっていうの。いや、ほんまに分からなくて。それやめなさい。それあかん。好きすぎて遠ざけてるやん。え、知ってるこれ何で流れるか。なんすか。ウルフさんのライブ流れるんや。やさそう。そうこれ顔出てこない。やさそうってなってるやん。それがもう好きな証拠やん。これあれやで、ウルフさんみんな見てる可能性あるよこの映像。だってやさで流れるんやから。え、実在するんすか。実在するんすか。実在すんねん。僕あのウルフさんと関係あるから。え、うん、これヤスさんで流れてるのよ。流れてんのよ今。どうすね最後に聞く。ウルフルさんのこと君好きよね。知らないです。
帰れラストチャンスやで、今の一人で帰った、連れて行けよ。いい新人おらんね。と、まあ今回こんな感じのオーディションでした。はい、どうした会場の皆さんに一言。あ、ウルトラズでもワンマンやりますんでよかったら聞いてください。ウルトラズでダッサやりますんで。どこまでダッサヤッサや、まあ、ダッサあるかどうかわかんないですけども、ヤッサ引き続きお楽しみください。10回ぐらいは来てます。あら、めちゃくちゃ本当にウルフルズがやってそうな曲やったんで面白かったです。めっちゃ面白かったな。めっちゃ面白かった。2022のダッサ楽しみにしてます。もう全部良かったです。全部笑ってしまいました。はい、もうパクってました。楽しかった。なんかさ、めっちゃウルフルズの歌にめっちゃ似てたわ。ミュージック全部同じミュージックしやったな。同じやった。ダッサ行きます。ダッサ行きます。